はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。昨日に引き続き、イスラエル状況続報であります。タイ人犠牲者2名から12名に増加。11名拉致。人質ですね。もしくは、行方不明とかね。タイ政府行動開始。これなんでタイ人が多いかって言いますと、タイ人がイスラエルに年間2万人ぐらい出稼ぎに行ってんだって。それでタイ人の犠牲者が多かったと。イスラエル空軍9日朝までにガザ地区のハマス拠点攻撃を2500回実施したと発表。ミサイル攻撃ですね。動画は見たんですけれども、ビルを崩してました。ハマスの拠点と分かってるビルを戦闘機飛ばして、飛行機飛ばしてミサイル撃って、それを2500回。ハマスガザを攻撃すれば拘束している政府高官、外国人数十人を含む民間人約130人を殺害すると警告。攻撃1回につき1人殺すなんて、言ってたそうであります。イスラエル海軍ガザ地区に艦砲射撃開始。これ軍艦から大砲でドッカンドッカンと、攻撃。これも割と無差別だろうな。ガザ地区トップのハマス指導者ヤヒヤ・シンワルが死亡。これ空軍の手柄なのか海軍の手柄なのか、あるいはモサドの暗殺かは不明であります。ハマスにこうしてレバノン領内からイスラエルを砲撃したヒズボラっていうテロ組織をイスラエルが攻撃、攻撃ヘリでレバノン領内にも構わず攻撃。ということは居場所分かってんでしょうか、拠点が分かってんでしょうか。イスラエル国防軍のほぼ全員、全力10万人がガザとの境に集結済み、イスラエル国防部予備兵役30万人を招集開始。イスラエル国防大臣ガザ地区の完全包囲を命じた。電力、食料、燃料の供給を全て停止した。我々は獣人と戦っており、それに応じた行動を取ると声明。アニマルなんとかって言ったんでしょうけど、獣人って訳されてますね。ガザ地区の反ハマス市民とハマスの間で戦闘開始。そういえば7月に反ハマスデモが起きまして、それをハマスは苛烈に弾圧したって言いますから、撃ち殺したりなんだりあったんでしょうか。ネタニヤフ首相バイデンに直接電話で、突入しなければならない、交渉はできない、地上戦突入を伝達。バイデン、そうですか、静止です。ここまでの試験なんですけども、イスラエルはテロリストと交渉せず、テロリストは殲滅すべしっていうマニュアルを忠実に守ってるな。たとえ人質を殺しますよって脅されても意に介さずに殲滅する気でいるよな。これはですね、日本の奪回機航空機ハイジャック事件の時に決断できない当時の福田赳夫政権がですね、人命は地球より重いなっていい加減なこと言ってテロリストの要求飲んでですね、逮捕されてた仲間をみすみす釈放したことから世界が学んだことであります。これ以来ですね、二次被害を防ぐためにテロリストとは交渉しない、交渉できるとなると、その交渉のネタに人質取るから、テロリストは逮捕しない、その場で射殺。これは逮捕して抱えちゃうと仲間が問題を起こすからっていうのが世界の常識になりました。ダッカ航空機ハイジャック事件の福田赳夫の、判断っていうか、判断できなかったんだよね。判断できなかったせいで世界の常識が大きく変化。ハマス、人質耳を貸さずにガザ地区を更地にすべく着々と動いてますね。1000回以上の空軍攻撃、多分ミサイルと海からの艦砲射撃で、ガザ地区の民間人被害のことは全く考慮してないみたいですもんね。ハマスも反ハマスも関係ねえ。十分に海と空からめっちゃくちゃにしてから
地上侵攻が開始と推測、敵はいない瓦礫を進むような感じ、地上部隊はね、だってこれ以上被害出したらイスラエル耐えられないですもんね。1000人以上亡くなったって言いますけれども、まあ日本で言ったら1万人以上、人口10分の1以下だから、国防大臣、我々は獣人と戦っている、それに応じた行動を取る、ガザを無人にするような発言してましたけれども、ガザ地区住民は200万人おります。福島県民とほぼ一緒、この殲滅はちょっと無理っぽいですね。せいぜい全員をガザ地区外に追い出せれば上出来じゃないかと推測いたします。そうするとガザ難民とか言って周りでギャーギャー言うんだろうなと思うんですけど、その後はイスラエル政府直轄地となり、自治区っていう立場はなくなるかもしれないですね。これからのイスラエルのターンっていう時に、パレスチナ自治政府、国連に介入を要請。これパレスチナ政府は、ハマスとは別なんていうのは通用しないですからね。だってパレスチナ自治政府議会の政権与党がハマスなんだからさ、日本で言ったら自民党みたいなもんですよ。自民党がやったことで日本国は関与しないとか言うのはあれですから、虫が安ぎの話。好き放題にね、非武装民間人を見境なく無言たらしく殺害しといて、この言い草、国連助けて、虫がいいにも程があんなって呆れちゃいました。ロシア政府、戦闘を即時停止をと訴え、お前が言うかと笑われる。さらにロシア政府、展開中の米国空母艦隊を念頭に第三者が関与すると危険であるなどと補足空母打撃群っていう名前になってますけれども、空母を中心にですね、イージス艦が6から12隻突き従って、下には原子力推進潜水艦がうようよいまして、まあ空母を中心とした艦隊ですよ、空母艦隊。中国政府、即時停戦と事態の悪化を避けるように呼びかけ。ロシアと同じこと言ってますね。やめれ、両方言いますみたいな。さらに中国政府、パレスチナを国家として認めろ、なんか空気の読めないこと言ってしまいました。中ロと日本のゴミマスは民主主義国家が嫌いなんで、どうしてもね、テロリスト寄りの報道を繰り返しますね。イスラエルが嫌い。イスラエルは民主主義国家ですから、パレスチナ、ハマス、イラン、シリア、サウジは独裁国家。非武装民間人虐殺など擁護できない場面はなるべく触れないようにするのが日本のマスゴミであります。少なくともですね、昨晩食堂で見た TBS テレビでは一切触れておりませんでした。6時半から7時の間、一切触れず、今後必ずですね。でもイスラエルも悪いんですよ。サンモニあたりが補佐かなって私は予想しております。逃げた日本赤軍のですね、岡本公三、中東のテロ組織にですね、情報操作や撹乱の方法を指導する余生を送りました。そんなこんなで革命に憧れる日本のマスゴミはテロ国家好き、イスラエル嫌い、賢者。今回のハマスの暴挙で得をした国はサウジとイスラエル接近を妨害できたイラン、世界の目を台湾から反らせた中国、同じく世界の目をウクライナから反らせたロシア。なるほどなるほどなるほどなと。訓練がねえの、中ロと。イスラエル支持を表明してくれた国に対して感謝を示すイメージビデオをイスラエルが制作して公開しました。バカメガネがですね、双方自制をなんてどっちつかずの生ぬるいことを言った日本はその中に入っておらず、イスラエルに感謝されず、双方自制をじゃあ即時停戦をって言ってる連中と変わらんじゃないの。君主論、マキャベッティって人、ニッコロ・マキャベッティって人が書いた君主論、どちらにつくか早く決断し、棋士鮮明にせよ、時を逃せば負けた側から恨まれ、勝った側からは
軽蔑される、コウモリ外交はダメなんだ、何百年も前からあ言ってんのにバカメガネ、お前何年外務大臣やったんだ、まあ、あげれっちゃってあげれっちゃって、もう手で顔を覆ってしまいますよ、私はね。あげれっちゃって。お得意の、つうか、それしかできないその場その場で、適当なこと言って、切り抜けてきたんですかね、外務大臣も。何年も。米国株式市場、年内追加利上げ発表で、イスラエルリスクを相殺し上昇。日本市場も、連れ上昇。イスラエル状況はさらなる続報待ちと。今日はこんな感じであります。なんかハマスというか、パレスチナ、ビビってきたね。仕返しが怖い。泣きわめいてき、ました。でもお前ら、一方的に民間人、通りすがりの、いざがいなく、むごたらしく虐殺して、晒しもしたり、何十人も何百人も、130人でしたっけ、誘拐して、ただで済むと思うなやつ、アニマルめっていう風なこと言ってましたしね、国防大臣もね。NHK 放送センター内のトイレで、ジャニーさんに5回やられました。6回目拒否ったら、もう干されたんだって。少年はザ少年クラブ、出演を目指し、ダンスレッスンに参加したところを、参加していたところを襲われたそうであります。 NHK 事態を重く受け止め再発防止に努めます。テンプレ回答いつもこれ、事態を重く受け止め、再発防止に努めます。でいつもこれね、世論です。70過ぎだろ、元気やな、歩く成獣やな、組織ぐるみでないとこうはいかない、他の局でもやってただろ、トイレでって雑だな、バレても誰も何も言わないだろ、よその敷地で何やっても咎められないってじじい強すぎる。NHK だけで5回、被害者1人だけで5回。いつものこと。だからみんな見て見ぬふりだったんだろうと。NHK 西館7階に用意されたジャニーズ、専用部屋は使わなかったのは意外であります。NHK はジャニー専用の個室用意してなかったのか、トイレから変な声が聞こえてきても見て見ぬふり、こういう便宜を図った見返りがですね、退職後のジャニーズ事務所顧問職なんだなぁ、割と持ちつ持たれずじゃないですか、 NHK ジャニーズね、そういうのが嫌な男の子は拒否して干されて消えていくと、嫌じゃない子は売ってもらえると、ここでも持ちつ持たれずと、嫌で拒否して干された子はかわいそうだね、で、その中にはものすごい才能の持ち主もいたかもしれないのに、芸能界の損失だわね。70歳でこれか、元気やな。70歳の半分はですね、勃起不全になるってデータがあるのにすげえな、生涯で何百人毒牙にかけたんでしょうね。何千人かもしれないですね、もうすごいなってしか感想ないんですけど、産経太陽光パネルは中国製ばかり、買えば中国を潤す、諜報活動やテロに利用される恐れがあると。世論です。殺戮集団中共とビジネスすること自体が殺戮。再エネ推しが中国様々なのは容易に想像がつくところ。確か風力発電のプロペラがレーダーを妨害するはず。再エネ推進派はハニトラに引っかかった連中ばかり、河野太郎とかのことでしょうか。政治活動中に流すアナウンスに火がつけば消火困難ソーラーパネル、過密な都市では危険ですって入れました。これだったらね、なんか反対できないでしょ、文句つけられないでしょ。パネルの主原料ポリシリコンはの8割、世界中で流通しているポリシリコンの8割はウイグル人がですね、鎖につながれて、中国人に殴られながら作ってるそうで、ソーラーパネルはウイグル人の血まみれであります。中共の指令で一斉に発電をね、ストップするチップぐらい埋め込んでいくかもしれないですね。来年の都知事選の公約なんですけど、ソーラーパネル新規設置禁止、入れます。中国が設けて安保が阻害されるのは我慢なりませんのでね。東京電力10月5日に2回目の処理水放出を開始いたしました。汚染水ガーって騒いでた連中が消えています。世論です。あいつら今ジャニーズ叩きしてるよ、今はパレスチナを救えって言ってる。汚染水の次はインボイス、それにも飽きて次は何だろうね。中共から中止命令来たんだろう。
政府を叩ければ何でもいい連中の仕業。騒ぐのも静かになるのも中共と一緒なのが答え合わせ。騒いでも思ったより金にならなかった。一般人を騙せなかったので諦めたと。あんなに頑張ったのに一般人を思うように騙せていた昔は良かった。今の一般人は賢いし、ネットですぐね、ほじくり返されて検証されちゃうので、容易にパヨの嘘に騙されてくんないですね。ストレスで免疫落ちて風邪ひけ、パヨは。多分こいつも汚染水ガーって騒いでた元高校教師だという令和信者。原発再稼働の抗議として、料金支払いを遅らせたら電気止められた世論です。使った分払える。抗議のため電気止められる。ああ腹が痛い。電気使ってるのに原発反対。これが令和支持者の平均知能。それが令和のためになると思うならどんどんやってください。こいつ結局延滞金も払ってんだろうな。抗議の意味での通電再開拒否せんの。知り合いに令和信者がいるが、どう見ても自分が怠け者なのに社会が悪いっていつも言ってる。原発反対なら電気使わねえよ。電気代払えなかっただけじゃん。ずいぶん頭がおかしい人がいたもんで、多分この人は汚染水ガーとか悪辣なイスラエルからパレスチナを救えであるとか、インボイスガーとかウクライナはネオナチとか、俺が貧乏でモテないのは自民党の陰謀とか言ってるはずなんだよな。一生言ってる構わねえから、新潟県長岡市のドラッグストアから化粧品など7万円分を盗んだ中国人31歳と女23歳を逮捕。優しい新潟テレビ、本名ホーゼズと。試験ですけど、毎日最近さ、外国人犯罪が報道されない日ないよね。持論ですけど、呼ばれてもいないのに、来てよ。いてくれとも言えてないのに、居座ってよ。日本人に迷惑かける外国人の犯罪は侵略ってみなして、量刑を重くすべきって思ってます、私。母ちゃんの財布からですね、金抜き取んのと、他人の家にわざわざ出かけてて、他人の家の母ちゃんの財布から金抜き取んのは、罪の重さがあって、違って当然ですよね。懲役一人当たり年間70万円かかるんで、どっかの島をですね、外国人流刑地として放り出してくるべきなんだよな。そこで自給自足でサバイバルしろって。日本人の金使わずにさ、こんならさ、長期刑食らわしてもですね、懐痛まないでしょ。税金使わないでしょ。日本国憲法は外国人の人権は保障してねえしね。これ、どうでしょう。いいアイデアだと思うんですけどね。どっかの無人島さ、外国人流刑地ってしてさ、そこに放り出してくんの。自給自足しろって。たまーに米、持ってってやって、たまーに。で、死んでる、なんて言っても、まあ、いっか、っていう感じで、したらね、外国人に長期刑食らわせられますよね。懐痛まないんだよね。そういう風にしたらどうなのかな。外国人、日本人に被害がある、犯罪は、量刑を重くすべきだよな。で、外国人が被害者の場合は、別にいいやって言って、日本の警察、捜査しなくていいんだねえのかな。そしたらね、生意気な外国人を、まあ、罰し放題になるしね、一般人がさ。で、外国人同士で争って、何人死んでくれても構わないしさ。私は、日本人第一主義なので、そう思います。メール党員になって日本改革党をご支援ください。動画説明欄もっと見るをクリックして、そちらからご登録ください。何卒何卒よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。